はい、埼玉県から来ましたサラリーマンマドです。僕らスポコン世代なのについつい特訓になってしまいました。20代の人たち引いてま す。お疲れ様でした。楽しかったです。美味しい朝ごはん美味しゅうございました。ご飯美味しかったです。食べきれない夕飯も